天狗に関する基本的な事実の一つは、二人の別々の人間にとって、全く同じことを意味する語などない、ということだ。ルドルフ・フレッシュ、グミチョコ、メギツネ、いじめ、ダメ、絶対、キャッチミー・イフ・ユー・キャン、FDTV、世界中にファンを持つベビーメタル、2017年、ロサンゼルスでの単独ライブを終えて、無事帰国しました。ところで、アメリカのベビーメタルファンは、歌詞の内容をわかっているのでしょうか？率直なところを語っています。
ご視聴誠にありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。動画へのコメントや高評価もいただけると幸いです。なお、四角い画像をクリックすると、引き続きおすすめの動画をご覧いただけます。それでは、どうぞごゆっくりお楽しみください。